皆さんお久しぶりです。Cape's and Coffee の MC ジャスティンです。先日、デッドプールウルバリーの新しい予告編が公開されましたけれども、はい、ここ。あれデッドプールってこんなにセクシーでいい足してんだっけって思う人結構いたんじゃないかなと思いますけれども、ある意味、そうです。実はこれが有力説によって、なんとデッドプールではなく、レイディ・デッドプールじゃないかと。えその人いたっけという人には、います。 MCU では初登場となりますけれども、デッドプールのごとく、コミックスでは短いながらもとても濃い存在、濃い歴史を持つ女性版の Merk of the Mouth をこれから1分以内にご紹介したいと思います。それでは、Here we go! さあ、Lady Deadpool デデことワンダー・ウィルソンは2009年にワンショットコミックスで初登場しました。明確じゃないけれど、おそらくウィルと同じ流れでデッドプールになった。 彼女が住むアース3010では、ファシスト国家になったアメリカを代表するヒーロー、キャプテンではなく、ジェノアメリカと戦う羽目になった。やられそうになった時に、ウォッチャに送り込まれたウェイドはワンダを助けて、それから他のメンバーを集めて、今度のデッドプルウルバリンに登場するデッドプル部隊を結成して、マリチバースを脅迫するアウェアネスから守る冒険に出るけれど、ゆくゆくは脱退する。 ダイリデッドプルはギャグ、シモネタ、ジャンクフード、ダイオの壁を破って、我々のウェイドとほぼ一緒だけど、意外とウェイドよりは真面目なところがある。まあ、デッドプルなりに真面目だけどね。えー、それで対立することもあれば、そうでない時もある。さてデデ、デッドプルウルバリンで演じるのは誰でしょうライアンの奥様のブレイクなんじゃないかなと思います。変異体だから納得する。えー、ウェイドとのやりとりを実写で見るのがすごい楽しみにしてるんですよね。以上、レディ・レポの紹介でした。ありがとうございました。 So Stay safe and stay super.